今とお会いし、今大皿だってこと、どうも、サジンです。今日もサジンじゃねえなって伝えてくれてさ、みんなさ、宮崎辛麺食べたことある？スーパーで売ってる袋麺なんだけど、あれ、めちゃくちゃうめえぞ、宮崎辛麺。あの、一回食べてみた方がいい。ほんとにうまいから、俺さ、あのさ、袋麺って正直さ、マルちゃん製麺の時代が長かったわけじゃん。もうさ、正直マルちゃん製麺、がさ、めちゃくちゃうますぎてさ、もう無理だろ、他の、袋麺勝てるわけねえだろってところにさ、あの、チャルメラなのよ、チャルメラ。チャルメラのクソみてえな麺なんだけど、あれがうまいのよ。あー、クソ。みんなぜひ一回食べてみてほしい、宮崎辛麺。マジでうめえから。ちょっとね、辛いけど。結構辛いけど、もし辛いの好きな人は食べてみて。ということで、今日も草人チャンネルやっていくぞ！草人チャンネル！よーし、バトコ来たぞ、俺キノコだ、絶対勝つ。いやねー、ちょっと最近のバトコの俺の勝率が凄すぎるから、またね、こういうところで俺の凄さを見せつけてな。え？草人チャンネル！夜のコースいいねー、オッケーオッケー。夜に溶けていく、闇夜のカラス草人見せていきます。闇夜、どうぞご覧ください。闇夜のカラス草野人を、ほら、闇夜だね闇夜だね、オッケー、ちょちょ、なんて闇夜なんだ夜の帳の中へ消えていくぜ、夜の帳の中へ、いけ、オッケーいけ、闇夜のカラス草野人だ、オッケーいけ、いいね、よしよしよし、よし、落ち着け、勝てる勝てる、絶対勝てる、もう圧勝じゃん俺の。いけ、ゆっくりゆっくりよーし、ちょっとこっちもゆっくり、ハンマーブラシもゆっくりいけ、オッケー、タイミング見計らっていこう。草野人チャンネル、なんか難しそうじゃねこれ、なんかそんな感じする、なんかだいぶ難しそう。うわ、オートスクロールか、マジか、はい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 、そういう感じだ、そういう感じ、オッケー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 、慎重にいけば勝てる、慎重にいけば勝てるよ、こんなにね得意の方で、あー怖かった今のマジで賭けだった、そんなに俺ね、あの、不得意な方ではない。こういうね、一マスをポンポンと伝っていく感じな。オッケー。ゆっくり行けば勝てる。落ち着けば勝てる。オッケー。こっち。いやー、だからちょっとね、キノコとぶつかって死んだりしねえかな、心配だね。よし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 。はぁーよし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 。よし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 。よし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 。ここまで来るのにだいぶかかっちまった。やべやべやべ。キノコがだいぶいってるな。かなり差つけられてる気がする。オッケーオッケーオッケー。ゆっくりな、ゆっくり。慎重に行けば勝てるかな。まあまあ、まあ、勝てねえかもしんねえ。キノコがミスらん限り勝てねえよな。こっちな。はい。はい、早く。もう、この時間よ。無駄やん、この時間。オッケー。もう、スクロールミンバトに出てくるの本当に嫌なんだよな。はいはいはい。みんな S 対か。勝たなきゃいけない、これは。俺は勝たなきゃいけない。俺が一番ランク高いんだから。でも、キノコ死んだか。キノコいなくね？キノコいねえよね、青キノコいねえよな。死んで、うわ、後ろに矢印出てることは俺1位もしかして。そうそう、慎重に行く。慎重に行け、勝てる勝てる勝てる。ゆっくりな。ちょっと集中する、集中。チュー、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 早く早く、チュー、チュー。いや、勝ったでしょ、これは勝った勝った勝った。大丈夫大丈夫。みんな、信じろ、俺を信じろ。今のうちに、草野人さん、勝利おめでとうってコメントしとけ。草野人さん、勝ったね。おめでとう、勝利おめでとうってコメントして、フラグ解消なんないように俺頑張るわ。先にこうやって言っとくことによって、フラグ解消なんないように頑張るわ。みんなコメント欄よろしくな。草野人最強、勝ったの、勝ちおめでとうって、コメントくれな。ゆっくりいけ。絶対勝てる。ちょちょちょ、絶対ゆっくりいけば勝てる。よし。よし、もうゴールでいいんじゃないの？もうだいぶ長えよ。もうゴールにしようぜ。ゴールにしようぜ！頼むぜ。もうこれで終わりでしょ？約束な？俺と制作者の約束な？よーし、草野人最強！イェイ！草野人チャンネル！ワールドコース、もうレート下がりたくねえ、勝ちて！なんだこのコース、一人死んだね。ルイ死んだ、ありがとう。M か、お前、やられたかったんか？トゲに刺さって気持ちいいってなりたかったんか、お前。バトコか、これ。下がってって、なんかそんな感じすんな。バトコっぽいよね。いけかな、いけ、いけ、いけ、キノコ取ってこう。なんかバトコじゃねえな。上に登ってくんか、いけ。ショートカットできんじゃん。えここショートカットできねえ、ちょっと待って待って。これでええやん。何このガバ。何なのこのガバは。いけ、いけ。よしよしよし。あった。待って、嫌な予感してきた。なんか嫌な予感してきたわ。どういうこと？違う？俺の予想当たってっかな？
なんかさ、これさ、落ちるときに途中のアシャイリアクリアできたんじゃね？違う？先行ってるよね。この後よ、この後、土管入ってって、落ちる瞬間で、左とか右とか行ってれば、ほら！あ、違う！ダメか！結局、そうか、つららあるから、結局来れねえんだ。結局、お前らな、マリオマッチか、お前ら！来んの待ってんのか！お前、上向くなや！俺のことぽよぽよ、鼻でぽよぽよすんな。確かにちょっと柔らかくてバネ感ありそうだけども。鼻でぽよぽよすんな。暇してんな、右のやつまで。暇だな、で天井見んのやめろ。仲良く行こうぜ、お前ら。おちょ、俺も入れてくれや。ちょっと床つきたい、俺も。空中飛んでんの不安だからさ、ちょっと頼む。頼む、俺もちょっと、どっか入らせて。お願い。お前ら頼むぜ。よし。マリオ来た、マリオ救世だ。ルイージ死んだ、オッケー、救世主取る。これ被っていこう、被っていこう。オッケーオッケー。やだ、あの、待機民二人死んでんだぜ。あと俺とマリオの勝負。そう、性格悪い奴は死ぬよ。そう、俺みたいに、謙虚に待機してた奴は勝てんのよ。だって、調子に乗って待機してた奴は負けんのよ。オッケーオッケー。勝ったんじゃね？来たんじゃね？イエーイ！謙虚クサヤ人勝ちました。左であの二人仲ええな、あの二人。微笑ましいな。すごく微笑ましい。好きだわ。クサヤ人チャンネル。よーし、行ったらぞ、俺、キノピコな。オッケー。よし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 。どういうこと？ちょ、やめろ！あー！お前も死ぬんかい、マリオ。よしよしよし、これでみんな並んだぞ。ん？鍵？どっかに、あ、違う違う違う、箱を向こう側に投げて、そういうことだ、そういうことだな。オッケー、ルイージもよくわかってんじゃん。で、こうやって飛んでいけて、繋いでいけば、向こう側に渡れると、オッケー。なんじゃね？また、まだ気が早いな。まだ勝ちではねえな。おそらく。ん？いや、なんか怪しい。は？もうゴール？もうゴール早いな。っていうことは、あの土管に、ブンブンがいるわけか。そういうことね。なるほど、なるほど。こっち側の土管にブンブンがいるっていうことだな。で、条件。難しいな、これ。どうしよっかな。いや、条件戦の極意としましては、ゴール前で待つっていうのも一つ手なんだよ。いや、でも死ぬな、これ。ポケゾーで死んじまうから、ほら、マリオみたいになるから、こっち側で待った方が、こっち側で待機してた方がいいね。オッケーオッケーオッケー。あーし、あー、くそ。一応キノコ欲しい、一応キノコ欲しい。なんなんだ、お前は！だって、俺、いいこと思いついた。これ、甲羅持ってってさ、ゴール前で条件持ってきたやつで殺して条件奪え、やべえ、作戦思いちまった。思いついちまった、やべえ、やべえ、やべえ。申し訳ない、これ、条件持ってきた人は、あの、死んじゃってゴールできないけど、ごめん、ちょっと俺、勝つためにやるわ。すまん、心鬼にしてごめんよ。すまんね。でもこれは別に外役プレイではねえからな。勝つための手段だから。オッケー、待機。ごめんよ。申し訳ねえ。俺のために運んできてくれんのに殺してごめんよ。でも絶対勝ちたいのよ、俺は。お前らまで来な、遊びじゃねえんだよ、こっちは。本気でこっちは狩りやってんだよ。こっちは本気でハントしようと思ってんのよ。遊ばないで、ここで。くるくる遊び場じゃないの、ここ。来た来た来た、来るぞ来るぞ。ラッシュドケイエース！あ、お前何してんだボケ！俺が密かであいつゴンみたいな感じだったな、今。